はい、ジュンとカズヤ説明してここで。すでにカズヤ。6から3点。こう言って。6から3点。え、やらない。1、2、3。やらないです。え？逆はあるっすね。近野宮？いや、近野宮。上？どうも、ゴールドジュンです。神戸 TC チャンネルです。今回は、練習をしていこうと思います。どうしたんジュン、その顔。殴られました。いや、まさかの俺。練習メニューを吉田和也さんに何するいただこうと。はい、強豪校出身の方たちなんで、あの頃思い出してもらおうかなと。あ、なるほどなるほど、はい、すごいいい企画やね、それは。3点、はい、3点フットワークってよく聞くと思うんですけど、はい、フォアから3点はよく聞くと思います、うん。今回やるのはバックから3点。ほう。バック側から1本、ミドル、フォア。で、回って、あ、間なしで？間なしですね。あ、間とかあるんですか？ないないない。間なし、間なし。多分、滝川台に、やだ、入ってね、滝川。東山。ここすごいな。で、近野宮。みんなやったことあると思う。そうやな。じゃあ質の高い練習内容になっていくっていうことですね。わ、はい、かりました。やってみましょう。はい、お願いします。はい、大丈夫？なんかみんな嫌がってない？いつだかうちに出ないか。巻き込みじゃなくて巻き込まれてちょっと面白いね。頑張って続けてな。様子見。なんで俺で様子見するんだって。もう横の指導だったらバックでもええけど、見てる人やっぱオールフォアって言えた。確かにね。これだから一番最初あるんですよ、先輩後輩なんだから。頑張って。うお、動けるけど、あ、普通に。いけるいける。おっおっ、うわっ。
もんな、茶色は問われて分けて。あ、確かに。それがすごいわ。やっぱ先輩に対してはなんかすごい動くよな。ハイキ先輩やったら頑張る切ない。ちょっとでもまたずっと行きましたよな。あーすね。あー入れる。はい。あー疲れー。あーもうミスがやばい。途中先輩よし先輩頑張ってください。あ、そうか。大学ここ2個しかおらんから。あ、ごめん。受けて、受けて、受けて。動画になれへんよ。もう呼ばれへんよ。それが一番の圧力。Thank you.
回り込む回り込む回り込む一人抜けてるから回り早まるやばいお願いしますよ。先輩だ。